見学されて感想をお願いします。あの、まあ、今日はあの放射能漏れがあってその作業員が被爆をするとそういう想定で行われているんですが、やはり福島原発の事故の本当に大変な実態を見ると、あのやはり市民の安全を守るためには最悪の事故を想定したもっと広範囲 の訓練をやるようにあの一歩一歩進めていってもらいたいと思います。で特にやはりあの今回やはりあのなかなかその私たちが求めているのは米軍とそれから横須賀市と市民が参加するようなあの訓練が望ましい。そしてそれについては最悪の事故を想定してほしい。さらに、ですね、あの医療訓練などもあの含めて、それから市内全域を対象とする、そういう、まあ、福島原発と同じような事故が起こった場合に、私たち市民が何をしたらいいのかということが分かるような、そういう訓練をやってほしいと思います。特に今年は、どういう年、はい、あの原子力空母を今年はやってきてから10年なんですね。でその間に福島原発の本当にあの大きな事故が起こりました。そこら辺をあの踏まえて、やはりその10年の節目にあの本当にですね、今までの枠を超えた市民が参加できる市内全域を対象とするような一体的な原子力防災訓練をやってほしいと思います。そこにですね、やはり米軍がなかなか協力しないというの実態があるのは分かるんですけれど、やはり横須賀市としては一歩一歩それをですね、国や米軍に働きかけて、防災範囲を拡大するとか訓練内容を充実させるっていうそういうあの努力を進めていってもらいたいと思います。2問目です。ちょっとチャイムになっちゃったので、じゃあ、まあ、大体同じような、はいはい、今年というのはどういう年ですか。今年はあの原子力空母がやってきてから10年になります。それでこの10年の間にやはり一番大きかったのは福島原発事故が起こって、そして本当に原子炉事故というものが大変な被害をもたらすってことが分かったということなんですね。でそうだとするとやはり私たち市民の安全を守っていくためには本当の最悪の事故を想定したその米軍と市民とそれから横須賀市が参加する、で市内全域を対象としてそして避難訓練や医療訓練なども含めるような総合的な本当の現場での訓練というものを行ってほしいと思いますね。やはりこう12回目を数えますけれども、12回をまあ見学されてきて、はいはい、やっぱりこう進展というのは点ではどうですか。それなりにですね、いろいろ新しいものを盛り込もうとはしてるんだけど、大きな枠組みには変わらないということですよね。つまり米軍が事故が起こらないって言ってる、それを踏まえてあのやっていくと、どうしてもあの想定がですね、本当の最悪の事故からかけ離れたものになってしまってると思います。そこのところをやはり変えさせていくために、国や米軍に対してですね、市長自ら先頭を切って働きかけをしてもらったいと思うんですね。やはり市民の安全を守るっていうのは市長の役割だと思いますので、そういう働きかけをですね、ぜひ、まあ、私たち市民と一緒にやっていってほしいと思います。今年は特にそのどういう点で、まあ、米が その恐ろしさというかそういうのをその市民としてお感じになりますか。はい、実は今年はですね、レーガンの艦載機が続けて事故を起こしているんですね。でレーガンの艦載ヘリが甲板上に墜落事故を起こしていた。でそれがもし仮間違えば原子炉事故につながっていたかもしれません。また艦載機の墜落事故も起こっています。また原子炉を扱っていた乗組員にその麻薬中毒し麻薬の所持者がいたと、そういう事態も起こっているんですね。もしそれがその破壊行為などにつながっていたら、これはまた大きな事故につながっていたわけです。そういうような事態を考えると、やはり私たちとしてはこの原子炉事故を防ぐためにはまずやはり原子炉事故が起こりうるっていう、そういう私たちの住民の懸念を横須賀市がそれを米軍に突きつけて、やはり緊張状態を作っていく、これがやはり一番事故を防いでいくため の有効なやり方だと思うんですね。やはり本当に事故っていうのは忘れた頃に油断をしたところに起こります。そういうことが起こらないようにやはりこの原子力防災訓練を使って私たち横須賀市民は本当に心配してるんだ、そういう気持ちをですね、横須賀市もその米軍に対してその緊張感を持って突きつけていってほしいと思うんですね。ありがとうございました。
完璧です。